島民報2024年3月29日金特集連載あの時の判断震災原発事故時あの時の判断前知事佐藤雄平氏上県独自に避難指示国の縦割り慣例と戦いあの時の判断震災原発事故10年あの時の判断前知事佐藤雄平氏上県独自に避難指示国の縦割り慣例と戦い2021年3月1日東日本大震災と東京電力福島第一原発事故発生からの対応などについて振り返る佐藤雄平氏東日本大震災が発生した2011平成23年3月11日午後2時46分から約6時間が経過した午後8時50分県政史上初となる指示が県から出された東京電力福島第一原発から半径2キロ以内の住民の避難本県を襲った大規模な津波の被害によって全電源喪失となった原発では注水による炉心冷却が不可能となった炉心溶融、メルトダウンなど最悪の事態に備え、国の指示を待たずに、県が独自に判断した。佐藤雄平前知事、現神奈川大学長特別顧問は国、東電からの情報や説明の少なさに翻弄される中、県民の生命を守るために自ら決めるしかない状況だった。その後、原発の1号機、3号機で水素爆発が発生した。放射性物質が飛散し、県民の日常が一変した後も、国の縦割りや慣例主義などとの戦いが続いた。原発はどうなったのか。県庁本庁舎が大きな揺れに襲われた直後、県民200万人の安否とともに福島第一、第二の両原発の状態が頭をよぎった。災害対策本部が置かれた県庁隣の県自治会館で情報を収集する中で、地震や津波による甚大な被害とともに夕方に福島第一原発で一部プラントの注水機能が停止したとの一報が入ると、県幹部は緊迫した雰囲気になった。東電、東北電力が電源車を向かわせた、避難する車で道路は混雑している。様々な報告が飛び交った。国や東電本社を取材するテレビによって先に知る状況もあった。大切な情報が伝わらなかった部分はあった、と非常時の国や東電との伝達手段の課題を振り返る。11日午後7時3分、菅直人首相、当時は国内で初めての原子力緊急事態宣言を発令した。津波で外部、非常用電源を失った原発の1、2、3号機は原子炉の水位が低下していた。午後8時半過ぎ、2号機のデータは、あと1時間程度で燃料露出の可能性を示した。東電の担当者が県災害対策本部に駆けつけ、このまま原子炉内の水位が低下すれば、燃料棒が露出し、外部に放射性物質が漏れ出る可能性がある、と報告した。すぐに県幹部職員を招集し、対応を協議した。同じ情報は政府にも届いているはずだが、動きはない。県として、避難指示を出すべきか。時間はかけられない。20分後、2号機から半径2キロ圏内に住んでいる大熊、双葉両町の住民の避難指示を決断した。それまでの県による原子力防災訓練で実際に住民が避難に参加した範囲などを踏まえ、規模を決めた。その後、電源車が到着したとの情報を聞き、翌12日午前中に津波被災地の視察に向かった。しかし、実際には不具合などにより電源の復旧はできず、数時間後の12日午後3時36分、1号機が水素爆発した。不具合自体も後で聞かされた。複合災害で大変な状況ではあったが、情報共有をもっと徹底してほしかった、と激しい憤りを隠さない。目に見えない放射性物質の被害に県民が苦しむ中、福島と中央の温度差にも苛立った。県内のある首長から、放射線量が安全な地域が教えてほしい、と言われた。経済産業省や東京電力に情報提供を求めたが、具体的な回答はなかった。福島ナンバーの車が給油を断られた、県民が県外の宿に宿泊できなかった。言われのない風評の情報が届くたび、放射性物質から県民を守るための決意を強くした。放射線の影響が不安視された若い世代を守るための対応には特に力を入れた。市町村から上がってくる声を県としてまとめ、校庭や通学路の除染、線量計の整備など学校の放射線対策について早期に国の財政支援を求めた。先行して氷土除去などの対策を取っていた市町村への財政支援も約束させた。モニタリングの範囲などをめぐって、当時の菅直人首相にきめ細かく行うよう強く主張した。複合災害にあった福島に寄り添い続ける姿勢を法律で担保させなくてはいけないと早くから考えていた。震災、原発事故からの復興を恒久的に国に支援させるため、福島復興再生特別措置法の立法に尽力した。雇用や産業の復興に向けた他の被災地を上回る税制優遇などだけでなく、県民の健康管理への長きにわたる財政支援も実現させた。震災、原発事故の発生から間もなく10年となる中、インフラ面での復旧は順調に進んだと実感する一方、未だ約3万6千人の県民が避難を続ける中、地域のつながりや県民の心の復興が一層重要になると考える。原発に関して事故は皆無と聞かされていたが、安全神話はもろくも崩れた。
想定外を想定した備えが必要だとしっかりと学ばなくてはいけない。誰も経験したことのない未曽有の原子力災害で、県民のトップとして指揮を取った経験から、今後の体制づくりの必要性を訴えた。東日本大震災、東京電力福島第一原発事故発生直後の県内の主な出来事。2011年3月11日、東日本大震災発生県が災害対策本部設置。津波により福島第一原発で炉心の冷却機能が停止し、夜に政府が原子力緊急事態宣言を発令。県が同原発から半径2キロ以内の住民の避難を独自に要請。3月12日、福島第一原発1号機で水素爆発夜に国が避難指示の範囲を半径20キロに拡大。3月14日、福島第一原発3号機で水素爆発。3月17日、自衛隊がヘリで福島第一原発に水を投下するなど注水作業が続く。3月21日、佐藤知事が避難所に指定されている福島市の東総合運動公園体育館を訪問。3月30日、県が福島第一原発から20キロ圏内を警戒区域にするよう国に要望したと発表。4月12日、原子力安全保安院が福島第一原発事故の深刻度をチェルノブイリ事故に匹敵する、レベル7と評価。4月19日、国が学校の放射線量調査の結果により、13公園が屋外活動が制限されると発表。4月22日、福島第一原発周辺を20キロ圏内を住民の立ち入りを禁止する警戒区域に設定。また、計画的避難区域、緊急時避難準備区域の指定も発表。東京電力の清水正孝社長が佐藤知事に面会し、謝罪。4月27日、郡山市で放射線量を下げるための小学校などの表土剥ぎ取りを実施。5月9日、原発周辺の高校の生徒が避難先近くの学校で授業を受けるサテライト方式を開始。5月10日、警戒区域への一時帰宅が川内村をトップに始まる。5月20日、県が東日本大震災復旧復興本部を設置。6月16日、政府は放射線量が局所的に高い地点について特定避難勧奨地点に指定すると発表。6月19日、佐藤知事が首相官邸を訪れ、菅直人首相に子供の放射線対策への財政支援を要望。肩書きなどは当時10年を振り返って東電の姿勢に疑問。前知事の佐藤雄平氏、現神奈川大学長特別顧問は震災と原発事故から10年を前に、福島民放社のインタビューに応じた。事故直後から現在までの東京電力による情報発信の消極的な姿勢に疑問を投げかけるとともに、今後も廃炉作業に真摯に取り組み、県民には最優先で情報を公開してほしいと訴えた。聞き手編集局長安西康氏、事故直後からの東電の対応をどう見るか。官僚以上の官僚と昔から言われていた体質を改めて感じた。震災当日の電源喪失からの復旧に関してもなかなか正確な情報が伝わらなかった。事故に関する東電本社の記者会見も人ごとのように聞こえていた。福島でやらなければ現状の厳しさが全国に伝わらないと思い、現地での会見実施を強く求めた。構内の処理水を保管するタンクが地震でずれた問題を即座に公表しないなど、今でも改善されていないように映る。本県の復興の現状をどう見ているか。福島に残っていた日本古来の文化や地域のつながりは、原発事故によって希薄になった部分がある。避難した地域に人が戻ることで精神的な復興が実現すると考えるが、戻りたくても帰還困難区域のままの地域もある。精神面の復興は、途上と感じる。心と心のつながりを取り戻すのに加え、山木や太鼓に代表されるように、復興の象徴となる地域の文化をしっかり残すことが重要だ。震災直後から若い世代の取り組みを後押ししていた。震災があった2011年の8月に開催された全国高校総合文化祭、福島総文は一時中止が危ぶまれていたが、高校生たちの熱意を受けて開催を実現させた。福島の復興の真のスタートになったように思う。劇などでふるさとを思い、蘇らせると誓った生徒たちの姿を見て自分も大きな力をもらった。中学生による少年の主張では、社会の役に立ちたいと感謝の気持ちを忘れない子供が多く、毎回楽しみだった。福島と県民への思いを聞かせてほしい。これまで培われた農業を基盤とした福島の風土と福島国際研究産業都市、イノベーションコースと構想の施設などを組み合わせ、新しい農耕一体の地域づくりはできると思う。これからの復興を支える地元生まれの若者たちが帰ってくることを願っている。そして子供たちをはじめ県民に伝えたいのは、電力圏である本県が日本の経済成長を支えたということだ。将来にわたって自信を持って伝え続けてもらいたい。